こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルという切り口から様々なテーマを取り上げていきます。語られる内容はあくまで私天心の個人的な意見です。そのつもりでお聞きいただければと思います。前回のおさらい。前回は死んだ後に誰もが行くと言われているあの世についていろいろと見ていきましたね。宗教によってもあの世が指し示すものが違うこと、あの世というものを認めない唯物論という考え方、それからスピリチュアリストであるエマニュエル・スウェーデンボルグの生きながらに探索したと言われる霊界の存在について、いろいろなあの世が存在することが分かりましたね。今回はその中でもスピリチュアリストの主張する霊界について焦点を当てていきます。霊界はどこにあるの？死ぬと誰もが霊界へ行く、こう言われてもなんだかピンとこない、そんな方もいるかもしれませんね。そもそもスウェーデンボルグのような一部のスピリチュアリストを除けば、誰も霊界へ行ったことがあるという人を私たちは過分にして聞きません。どこにあるのかも知らない霊界にどうやって行くことができるというのでしょう。霊界がどこにあるのか、これを考えていくためには、まず私たちが存在を疑うことのない世界の成り立ちを知る必要があります。世界の成り立ちについて考える。例えばあなたに日本はどこにありますかと聞いたらどう答えますか？今いるここが日本だよと答えるでしょうか？あるいは世界地図の日本列島を指してここだよと回答するかもしれませんね。では宇宙の彼方にある惑星最果てにある国アルンダ共和国はどこにあるのと聞かれたらどうしますか？はあ、宇宙の彼方ってなんだよ、惑星最果て、そんな惑星あるのか、アルンダ共和国なんて聞いたことないぞ。こんな風にあなたは困惑することでしょう。もちろん惑星最果てもアルンダ共和国も私が創作した存在です。あなたが答えられないのも当然です。しかし惑星最果てもその惑星にあるアルンダ共和国も存在しないかどうかは不明です。私が創作した存在だとしても、もしかしたら宇宙の彼方には存在しているかもしれませんからね。私がなぜこんなお話をしているのかといえば、私たちにとって知らないことは存在していないことと一緒だということに気づいてほしいからです。世界の成り立ちとは、私たちが知っていること、すなわち認識していることを前提としているということです。日本がどこにあるのか、私たちがその問いに答えられるのは、私たちが日本という国の存在を認識しているからです。そして地図上の日本列島を指して場所を示せるのは、地図上のどこが日本であるかを知っているからだと言えますよね。このように私たちにとって世界とは
認識していることそのものだと言えそうです。結局霊界はどこにあるの？私たちが認識していることそのものが世界であり、霊界がどこにあるのかの答えもここにあります。結論を言いましょう。霊界とは私たちの心の中にあります。霊界とは私たちが本当はその存在を知っているけれど、今は忘れてしまっている遠い記憶のようなものなのです。生きているときは私たちは霊界の存在を忘れています。科学的でなければ真理にはあらず、現代社会に流れる一般的な考え方の潮流はますます霊界の存在を忘却の彼方へと押しやる結果となっています。私たちが亡き後に行くと言われている霊界とは、実のところ私たちが知らないと思い込んで忘れてしまった世界なのです。そんな世界が本当にあるの？とても信じられない。そもそもそんな世界誰が作ったんだ？まだまだ霊界に対する疑問は尽きないことでしょう。次回もう少し詳しくしていきたいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。シゴスピラジオのご視聴ありがとうございました。この動画をご視聴されているあなたにお知らせです。この度はシゴスピチャンネルの動画コンテンツをご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録をしていただいた方に現在無料で守護霊に委ねてごらん、守護霊活性化のマントラの伝授の PDF ファイルを配布させていただいております。詳しい応募方法は動画下概要欄に記載しておりますのでチェックしてみてください。それからシゴスピラジオで触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問も随時募集中です。投稿先のメールアドレスは同じく動画下概要欄を見てください。ブログ、ツイッターでも情報発信しています。こちらもフォローしてくれたらとても嬉しく思います。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。